東京麻布台から生放送「マットヤスカー」のズバリ勝負それでは本日のゲストを紹介してください国際問題アナリストの藤井元気さんです今日のテーマはシリアも IS も中国も南さも結局アメリカのせいどうもよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあ藤井さんもね、はい、前回も出て出ていただいてもう本当の。はい YouTube でもね結構いろんな人を聞いていただいたって話聞いて、はい、まああの YouTube も嬉しいですけどもこっちも聞いてくださいというふうんですけれどもねそんな藤井さんが本を出されたということで紹介していただきたいと思うんですけども、はい、藤井元気さん最新刊です紛争輸出国アメリカの滞在、はい、省電車新書より本体価格税抜き800円で書店に並んでおります、うん、そもそも親米派である藤井さんが、はいはいはい こういった本を出すっていうのは結構興味が惹かれたわけなんですけどねええ。あの、大変ね、一部誤解を呼びましてね。はい。あの、紛争輸出国アメリカの滞在。滞在ってのは大きな罪でしょうん。ああ、藤井さんはなんか反米主義者に勝ったんじゃないかと言ってですね。あの、非難の声簿っていうかね。はい。えー、驚いたなんて言われてね。しかし、まあよく本を読んでみた方はね。はい。えー、そうじゃないということは分かっていただけると思うんだけど。まあ僕はオバマ政権ってのはあんまり好きじゃないですが、うん、まあアメリカとはね、え久、ー、しくこう、 提携してね、うん、連携していくべき大事な国だと思ってます。はい、だけどね、その、まあ今の、この帯がね、本の帯がね、うんえー、地上の戦争、紛争の原因はみんなアメリカが作ったって言うと、まあこれは言い過ぎなんだけど、うんうん、これはまあ帯のね、あの本の帯の、まあなんていうかこうセンセーショナリズムですけども、結局そのアメリカ外交の失敗ですね。 それがいろんな問題を生んできているというふうに捉えるとね、うん、えまあ我が国とアメ,リカのアメリカの日米戦争からね、うん、えそれからまあ今,今の問題というとな、あのいわゆるスプラットリー、南シナ海、ナンサーの紛争とかね、うんはい、あそこら辺もも、ね、非常に稚拙なアメリカ外交の、ねはい、失敗から生じてきた結果であると、うん、アメリカとはそのうまく付き合わなきゃいけないんで、うん、ということはね、これ、どういう国か知っとかないとね。うん これはゾウなのかトラなのかね、ゴリラなのか、うん、よく生態を見極めてみで付き合わないと、これはまあ我々実際敗戦というとんでもないね、えー、まあアメリカとの関係がうまくいかなくてひどい目にあったわけだから、うん、そこら辺のことをね、もう一度考え直してみようよという。 いうのののがこ本趣旨ですね私、今はちょっと本を見させて、まだ中身は見させていただいてないわけなんですけれども、この目次を見ただけで、ですね本当にこの朝サの問題であったり、アルカイダ、エースの正体、そしてこのアラブの春と言われた、なぜこういうことが起きたか、またはこのウクライナ問題ですね、それも太平洋戦争まで遡り、そして朝鮮・ベトナム戦争の話、まあ中国という国、 まあニクソンがその時どうしたかとかまあ本当にねこの何十年という歴史の中もういっぱい飽和状態だったものをうまくまとめ上げて。 うまくこの一本の線となる本にしてますね、ええ、いやこれがね230ページちょっとぐらいの本なんでね、うん、あのそう言っていただくと大変ありがたいだってこれだけね <laughs> この0 0何ページで収める内容じゃないですよだから、あのーまあ、皆さんにね、えー、分かりやすく読んでいただきたいなとは思って書きましたんであの、うん、新書ですしね、えー、もうパッと読めると思うんですが、うんまあ、意味するところは深いつもりで書きましたはい、はい、この後コマーシャル以降

今日のゲストは国際問題アナリストの藤井元気さんですテーマはシリアも IS も中国もナンサも結局アメリカのせい 本当にこのシリアも IS も中国もという形になると、たくさんあるわけなんですけれども、まあ、まず最初にこのアラブの春と言われて、メディアや、まあ、いろんなこのソーシャルネットワークがです、ねまあ、大活躍して、まあ、人はそれをアラブの春と、かっては呼んで。呼んでいましたよね、まあ、それが考えてみれば、反政府、まあ、ある意味、 えー、情勢というか、うんうん、言い方、メディアを使って新しいその民主化が来たということで、騒がれたりしてましたけれども、あ<ー>でまあ、それを見てしまう人というのは、正直それを信じてしまいますよね、ええ、だからただ、これはもちろん裏があるわけですよね。もちろんそうであのー まあ、アラブの春っていうとね、あらなんとかの春っていうのは、うん、多分その東ヨーロッパとか、はい、あまあ、ロシア、ソ連ですよね、うん、が、共産主義がね、 雪どけになって民主化してくるというのはね、うん、まあなんとかの春というようなね、ええー、感じで、それと、こう、ダブらせてイメージを言ったんだろうけど、うん、まあ結論からして、今分かってるのは、うん、アラブに春は来なくてね、うん、結局砂嵐が吹いてるばっかりだと、うん、いうことになっちゃいました。た、うん、要は無政府状態的なそうです、いや、そうです、そうで、ん、す。あの、だから、独裁を潰したら民主化が来るっていう、なんとなくそういう、うん、あの、まあ、頭の中お花畑で考えている人もいるんだけど、うんはい、で、まあ日本のメディアの多くはそういう、<laughs> <laughs> 文脈で報道したんだけども、うん、そうじゃなくて、独裁政権を潰したらね、単に秩序が潰れて、うん、アナーキーがそこにあったと、うん、来てしまったというのがね、今、まあ、チュニジアから、リビア、えー、そしてエジプトもかなり危ないですし、はい、それからシリアがね、そうなりそうだ。だからシリアで、うん、あそこ、まあ、最後の独裁者というか、あの、アサドさんというのが、うん、まあ、二代目ですが、はい、これが、 なんととか保ってると、うん、であれ潰しちゃったらどうなるかっていうと、シリアも,もう今のイラクみたいな、うん、もう四分五列のもう分担国家になり、うんうん、そしてまあおよそ一つの国家の形をなせないものになっちゃうでしょう、うんうん、ということなんですよね。 でよく考えてみると、そのアラブの,あのデモクラシーとか言いますが、デモクラシー、デモクラシーって言うけど、われわれ知ってるようなデモクラシー、成立させるにはね、社会にい,ついくつもの必要条件があるわけですよ、うん、例えばあの、普通の意味のリテラシーっていうか、みんなあの読み書きそろばんぐらいできる人が多いってことを前提ですよね、うん、それはし新聞である,あるのか、それはさまざまな,あのなんて IT 系のニュースであるのか、読めなきゃ。うん いけないし、うん、ね、あの、それでもってものをある程度考えるというか、そういう人たちがいて、それでまあ、そ、あのー、法治社会とかね、言論の自由、自分と意見違う人の、もうすぐ行ってぶっ殺したりしないというような寛容というものを社会全体が受け入れてるとかね、うん、そういう、ま一種の市民社会とかいうような成熟がある程度あって、そこの上で多数決っていうのが出てきて、デモクラシーって成立するわけじゃないですか、うん、そういう伝統のないところにね、 その中性的な社会って言いますか、部族社会みたいなところに、さあ、じゃあ数だけ票入れで多い人が大統領になるんだというようなことをやったってね、これは我々が考えているデモクラシーみたいなものは出てこない。そうすると、そのアラブの世界で、いく いつかですよ、われわれと同じようなデモクラシーが成立するのかもしれないけど、見たところ、古い独裁と新しい独裁しかなくて、これが一番安定してるんだね。古い独裁ってのは、サウジアラビアの王様みたいなね、これは独裁ですよ。はっきり言って憲法もないんだからね。それはそれで。それはそれで、安定してるっていうかね、古い独裁に対して。新しい独裁に対して言ったら、リビアのカタフィさんとか、それからイラクのフテンさんはね、新しい独裁者で、一種の近代化独裁者、独裁主義ね。であって、一応近代国家になるもの 作ろうとそれを上からの近代化でやっちゃおうというのは彼らの考えで、だから非常にそのイスラム原理主義じゃなかったんですよね、うんあの、特にサダム・フセインなんかは、まあ、世俗主義というかう、ねねあの、女のお医者さんなんていうのもどんどん教育して育てると、うんうん、それで、えー、そういう、えー、女のお医者さんが、ね、男の。 死実をするなんていうのはね、これイスラム教的にととんでもあ,あってはいけないことなんだけど、うん、そ,そんなこと平気でやってた。うん、近代化論者でもあったんですよね。その新しい近代 <laughs> 独裁者を潰すと、そこにはまた古いアナーキーがね、出てきちゃう、ね、出現してしまったっていうね。はい、まあ、それだけの結果になってしまう独裁者の中でも、そういった意味で最低限と言ったらあれですけれども、はい、まあ、その医療だよ。 そう,そういうこところしっかりやってたわけなんですよ、ね。結構、ね、やってた、ね、あの、中、うん、のベンアリさんなんていう人も結構力入れててね、うんうん、これがその裏目に出ちゃったっていうのは教育力入れるもんだからインテリがどんどん増えるでしょう。インテリが増えて失業してるとね、やっぱみんな反対性になるんだね、これが。うん、<laughs> だからね、まあいい、やっていいよ。受かれとやって、えー、と思ってやったことがね、裏目に出たりとか、まあいろいろあるんですが、うん、ですから冷静に見ないと、あの、結局そのアラブの春ではあったい大衆運動やったけど、うん、それから新しい秩序を構成する 力あるかかどうってまた別なんだよよねねそうですあ、アメリカそれをかなりったんですよアメリカでね。まあ、やはりこの本にも繋がると思うんですけれども、そのアメリカの立ち位置ですよね。まあ、シュ政権の時は、やはりこう、世界の警察というような形で、まあ、いろんな問題、イラク問題もありました。首を突っ込みましたね。やりました。そして、まあ、今回、いろんな意味でシリア問題から、そうですけれども、おまマさんの、まあ、発言であったり、まあ、 そこで対ロシアが出てきて、いろんなこの世界情勢というものが、ええまあ、徐々に変わりつつあるんじゃないかという話もありますよ、ね、そうだから、大きく言ったらアメリカの力が落ちてると、うん、それで、<laughs> まあ、それでも、どうして落ちたんですかね、いや,やっぱ経済力です、国家、うん、経済力です、えあの第二次世界大戦が終わった時って、世界の,まああの国民総生産っていうか合わせるとね、はい、その3分の2はアメリカ経済だったんですよ 世界中だってヨーロッパと日本がペシャンコになっちゃったんで、先進国で健在なのはアメリカだけでしょ。もうロシアは戦災で非常にあの悲惨な目にあってるし、あとちょっとあるのらま、戦争で傷つかなかったらラテンアメリカね。ちょっとあるぐらいですけど、経済的規模は小さいでしょ。世界のね、3分の2がアメリカ経済だっただこれ圧倒的ですね。今、世界の経済の約2割国家ですよ、アメリカは。もう3分の1以下に落ちたしたら支えていけるね、それは軍事力も限界が出てくる。 それからもう一つは、経済力以外の問題で、あの、やっぱりアメリカ人が戦争疲れをしてる。うん、うん。あのー、第二次世界大戦っていうのはね、全体でアメリカ人って45万人死んでるんですね。はい、調べてみたらね、そのうちなんと37万人は太平洋で死んでる。うん、とか日本日本と戦って死んでるんだね。うん、ヨーロッパ戦争はそんな死んでないんですよ。で、えー、だけどね、それがね、えー、っと別、朝鮮戦争は4万5千人。 死んでますね確かね、それから、えー、5万5000人、ベトナム戦争で死んでるけど、もう戦後はね、そのぐらいやると限界なんですね、アメリカがね、うん、イラク戦争じゃ5000人死者が出たら、もうね、ギブアップです、うん、もうよしてくれと、あの正義だなんだって言ってっけどね、まあ、その自分たちのね、息子や娘、あれ、その友達とか死んでいくのはもう耐えられない、うん、だからそういう意味で、やっぱりアメ,アメリカ人もその、そういう意味のタフネスも失いつつある。うんうん 経済力と両方だと思います。そうでね。まあ本当にこのアメリカっていうのは国内でもかなりの問題を抱えていまして。まあ今なんか大統領選挙のね、予備選みたいな形で。あ、もう予備選始まっちゃってますよね、今日いろ声が聞きますよね。まあブッシュさんがどうなんだ、撤退なのか。まあヒラリーさんがどういう状況なのか。またはね、ドナルド・トランプさんが。トランプも叫んでるしね。面白い。なんかもうあれもなんかこう、最初のうちの プロパガンダーみたいなもんなのかなと思ってたら、うん、結構、あの、長くやってますね。そうなんですよ。いや、あの、そのことで、やっぱオバマ外交のね、不手際っていうのを非常に共和党の候補たちが攻撃してて、うん、それでまあ、あの、アラブの春の時はね、あれまあ、あの、オバマ政権に、えー、も関与してるんだけど、はい、そういう民主化はなんか無条件にいいことであるっていうね。うん、それであの、実は、あの、エジプトの政権という、ムバラク政権というのは、 アラブの国では珍しく、まあ、親米、イスラエルとも国交があって、非常に安定した、あの、唯一の親米政権というか、まあ、ヨルダンあたりとね、あの、信頼できる政権だったのに、それ、途中からね、民主化運動の方をアメリカなんか応援するようになって、それ潰しちゃったん。 潰しちゃったらどうなったかってどうにもなんなくて、イスラム原理主義の政権が出てきて、それをまた軍部がクーデターで潰して、なんとなく今秩序を保っているという状況ですから、あのー、あまり結果出なかったんですよね。その、だから、オバマさんはアメリカでも左の方でそういうなんとなく民主化ね、うん、<laughs> 運動って言われると、なんでも応援しちゃうというところがあって、はい、で、まあ、あの、南三紛争の問題なんかではね、言わなくてもいいのに、ね、アメリカは世界の警察官じゃない。 はっきり言っちゃったもんだから、これはあの中国の指導者よく聞いてて、うん、あ、南差にアメリカは出てこないな、というふうにすっかり安心して、うん、で、やりたい放題始めたと。うんうん、<coughs> というのが、ちょうど、 あの、オバマさんがこの発言をした,いしたのが2013年の9月だったかなんですが、それから、あの、急に向こうはですね、あの埋め立て工事をですね、強化しまして、急速に始めましてですね、まあ、あの、そういうようなですね、ことがね、まあ、かなりはっきりしてきちゃったと。 いいうことだとだ思いますまあそれはどうしてもやはりこの日米関係を抱えている日本としては、ですね近隣諸国の問題も含め、このアメリカとの関係性、ええ、まあそういった意味では、ちょっとパワーダウンしたアメリカとの関係というのも見据えて、どうやっていかなきゃいけないんだ、うんうんあのー、だからです、アメリカってね、政権によってまあ外交政策が非常に大きくぶれるんですよね。 よ,よくまあその全部、変われますよね。あの何でも選挙4年ごとっていうかあのね。 今度もチェンジなんてある意味で、オバマさんもチェンジ、チェンジ言ってたけどね、遡ってみるとね、あの、ブッシュ・ジュニアもチェンジ、チェンジ言ってたんだよ。もう、その前から言ってたわけなんですそうそうそう。うん。まあ、それは一つの政権が8でも続きはね、チェンジ言ってもいいんだけど、だけど、そんなコロコロ変わられたらね、特にあの、外交政策が困る。だから何十年かけてやるものですよね。ところがね、アメリカはそうじゃなくて、やっぱりコロコロ変わります、実際に。まあ、戦前で言えば、フランクリン・ルーズベルト、 の政権ただ、に我々戦争仕掛けられちゃったわけだけどね、うんうん、だ戦後、日本負けた後っていうのはね、うん、まあこれはまたアメリカはね、すごく日本を大事にするというか、うん、対ソ連冷戦ですから、共産主義と、はい、もう日本はある意味でも,ものすごい優遇したわけですよ、うん、あの日本に原,原爆2発も落としといてね、ただ戦後ね、食料援助は持ってくるわね。 そういうところは非常に一生懸命やる。なんだよくわかんなくいんだね、これはね。<laughs> 日本人がそんなに憎いならやんなきゃいいのにね。いや、原爆2発落とした上でね、戦後はずっと食料援助を打ってきた日本人が上らよりとかさ、やって、それは洗脳工作はしたかもしれないけどね。その今度は味方につけようっていうんで必死でね、えー、この、ま、あ日本にサービスするというか、そういうところがあってね。うん、ま、あ非常に大きなブレを抱えた国なんですよ、ねうん。まあですから、それ、この安倍政権はですね、えー、まあ本当にこう、どう、 どうというか、まあ、日米同盟あるんで、うん、まあこれはうまく付き合っていかなきゃいけないんでしょうけれども、すべ、うん、てがイエスマンじゃだめですよね、もう。そうだからねねアメリカの力が、ね こう落ちてってるわけですよそうすると、アメリカも、あので次のソ連の次の敵はだ誰かとあの、プーチンじゃなくて、やっぱり中国なんですよ、うん、それはもうはっきりしてきた、だ、うん、からべ僕は米中新冷戦ということは2年ぐらい、2年以上前から言ってるんですけども、それがますますはっきりしてきたんで、うん、で当然、日本は一番近くにある脅威は中国ですから、うんその、それをアメリカの力のダウンしていくのをうまく補ってね、うん、日本がやっぱり、えー、自主国防をやり、アメリカの足らざるとこを補う、そうするとね、うん、日本とアメリカだけじゃなくて、東南アジアの国 国からオーストラリア、インド、あたりまでみんな中国警戒してる、世界一の軍国主義国家といって間違いないでしょう、うんまあ、の軍事費が上がってる国っていうのも中国ぐらいしかないですよね。ねそれからまあ国内はね、独裁体制で、ファシズム体制といって差し支えないと思います、うん、まあ赤いファシズムというのかな、だからそういうことであるから、非常に危険な国であると、うん、で僕が言ってるんじゃなくてね、これはフィリピンの秋,あの,秋の大統領が日本に来ましたときにね、うん、あの講演会でね、 で今の中国共産党は昔のナチスと一緒だと、今ここで止めないと大変なことになるぞと、アジアに戦乱の嵐が吹くことになるから、今力を合わせて止めなきゃだめだと、はっきり言ってましたからね、あの秋野さんなんていうのは、あれは自分の中に中国人の血も入ってる方ですよ、すよ秋野財閥は、でもそれ,それでもね、中国にも気を遣ってる、国内にもね、家境系の財閥もいるだけどもね、そこまで言わざるを得ないというのが現実ですよね。 うん、だから日本は、うん、そう、周りの国ともね、うん、まあアメリカ、それからアセアン、それから日ノーでインド、この辺としっかり連帯組んでね、中国もこういう、なんていうか乱暴なことはしなさんだよと、えー、あんたはやると大変なことになるよ、中国自身のためになりませんよと、経済ももう破綻仕掛けてるんですから中国はね、うんうん、で、そういう包囲網もきっちり作っていく。 そうすると、これはね、あの、中国共産党は悔しがあるかもしれないが、中国の本当のね、一般の国民にとってはいいことですよ。うん、ああ戦争ないに、ない方がいいに決まってんだからね。うん、生地隙を見せるとね、こういう国というのはどんどん侵略してきますから、これはやがて戦争を生むことになる。うん、やっぱり抑止力というのかな。じゃあ、歴代の今までの政権を見てきても、うん、今の安倍政権というのはそういった意味では、しっかりやってますよ。しっかりやってる方だということですね。しっかりやってます。えー、しっかり、僕はしっかりやってる。うん、あの、外交はね、うん、非常にしっかり、 やってます、ねまあ,あ、もう少し、これ、経済がちょっと落ち込んできたんですが、まあ、それはちょっと別問題です、す、はい、僕は非常にしっかりやってます、うん、僕は自民党って政党は必ずしも好きじゃないけれども、うん、非常にぬえのようでね、うんえー、自民党の中にかなりの親中派もおりますからね、うんはい、これ、気をつけなきゃいけないんだけども、うん、まあ安倍政権は非常によくやってるなと思います、うんはい、一回コマーシャルいきましょう東京・麻布台から生放送。マットスカ勝負 さあじゃあ皆様からもどんどん言ってみましょう豊島区の大竹潤さんですいつもありがとうございます藤井先生ご出演をお待ちしていましたありがとうございます と申しますのも1ヶ月ほど前に mx テレビのニュース女子という番組の中で世界で一番悪い国はどこかという討論がありました、はい、そこで他の出演者はアメリカだ中国だと言っていましたのに藤井先生の髪にはモザイクがかかっていて発言もすべてカットされていました <laughs> 藤井先生ならばアメリカと答えそうな感じがいたしますがカットされたからには他の国だと思われますどうしても気になったのでぜひ教えて くださいまたどうしてカットされたんでしょうか。うん いうことです。いいんですか、喋って。こんなことあったんですね。どうぞ、え、モモザイクかあったのでうん。それはね、あのチャイナという言葉、は古い言葉で言ったわけですよね。うん。シナと。そうそう、シナと。書いてね、何でもいいからって、まあ、中国と書いてもいいんだけども。シナと、その下には北線と書きました。北朝鮮でね。うん。そらいや、えっとね、あの、その場は何もなかったんだけども。あの、編集する時にですね。その、作ってる側っていうより流す側がね。 ちょっとね、品は勘弁してくれというんで、モザイクかけたようでね。うんえー、ということは、あのまあ、僕はその悪いことじゃないと思ってて、うん、っていうのはあの、どういうことかとうとそういう言葉は使えないのはよろしくないんだけれども。 あの要するにマスコミというのは言論は100%全然自由じゃないんだってことを皆さんが改めて認識していただければいいと思いましてね、僕はこれでシナ問題で大学一つクビになってますんで、まあ、厳密に言うとね、中国というのとシナというのは本当は違うんですね、シナ、うんまあ、って言ったら、なんていうかな、元来の漢、まあ、民族、うん、シナ人の。 国なんだけど、うん、中国っていうとね、ウイグルとかチベットとかね、全部含んじゃうんですよ、ね。うんうん、中するに中華人民共和国がイコール中国になっちゃうわけですね。そうするとね、中国っていう言葉がある意味で侵略を合理化する言葉として使われちゃう。要するにウイグル人もチベット人も中国人であると。うん、ある人は中国のパスポート持ってんじゃないって、こういう論法がある。出てきちゃう。大中華民族であると、みんな。というね、共産党のフィクションに乗ってしまうことになるんで、うんまあ、チャイナはチャイナでね、えー、った方が。 えー、本当の意味では正確だと、うん、チャイナと言ったらね、ああのー、あチベット人はチャイニーズじゃねえなということは日本人でも大体わかりますよね、うんうん、そうたらあそこを中国共産党が占領して乗っ取ったところであるということも分かってくる、うん、まあそんなこともありますけどね、それはね、シナと北線って書きました、うん、感じでそういうことあったんですね、<laughs> はいはい、いきましょう、はい、東京都足立区の竹本正明さんです。 藤井先生、アメリカは国連をどう見ているんでしょうか、はい、?IS 問題、南佐諸島問題、ウクライナとロシアの問題、はい、そして今回のトルコとロシアの問題など、はい、この間、国連の姿があまり見えてまいりません。はい、最近、バンギムン事務総長が北朝鮮を訪問するという話題がありましたが、はいはい、今訪問すべきはヨーロッパであり、中東であるのではないでしょうか、はい、アメリカは現在、えー、そのような国連とどんな距離感をとっているんでしょうか、ま 日本は難しい時期に非常任理事国になったと思いますが、日本として今後、アメリカと国連の間で、どのような距離感を保つのがいいのでしょうかアメリカでも立場によって違うと思いますけれども、特にあのアメリカの保守派の人は、共和党系の人なんかは、国連ってのは完全にうざったい存在だと。 アメリカの外交の足を引っ張る場所だとしか考えてませんね。よく日本人で誤解していて、国連ってアメリカがその戦後の、まあ、戦勝国連合で作った、まさに連合国そのものであるわけですけれども、だからアメリカがいろいろ差配してるんじゃないかと思う方がいるかもしれませんが、戦後の米ソの冷戦の頃から、ソ連のね、味方をする第三世界の国が多くなっちゃいましてね、うん、アメリカすごい孤立しちゃうんですよ。うん そうすると、安全保障委員会なんかでもアメリカはその、イスラエルの方持つとね、みんなアラブの国の数が多いですからね、みんなこのブ員イングが来ると。だからアメリカにとってはね、特に保守派にとってはね、高の人にとってはね、非常にうざったいアメリカ、反アメリカの勢力が溜まってるのが国連であると。まあ民主党系だと、オバマさんあたりだとあんまりそうは考えないでしょうが、まあ、それでも、なんていうかな、あの、実態はみんなの、 それぞれの国の立場を宣伝するプロパガンダの場所であったりするというのがまあ、おしゃべりクラブで悪ければね。なんであってね。何も大事なことは決まらないと。あそこでは。え、ということでしょうね。うん。まあ、大体そんな風に見てる人が多いと思います。アメリカの保守派の中には、あれは、あの、国連に土地やったの間違いだったと。あれはあの、アメリカの国土じゃないんですよね。国連の土地なんで、アメリカ本土ではないわけですよ、あそこは。 あの、ち違い保険になってるわけですよ。はいうん、あんなところやるんじゃなかったと。取り返せない。国連を追い出せないって言ってるアメリカの高派の人もいますけどね。はい。はい。また日本はどのような距離感を取っていくべきかということですけれども距。距離感、日本はね、国連でね、外交らしい外交をあまりやってません。うんえー、ですから、慰安婦の問題にしろ、その、まあ、南京問題とかね。 そういう問題でも、どんどん積極構成、うん、え情報を出して、事実はこうなんだと、中国や韓国のプロパガンダを信じないでくれと、誘拐を展開する場所としてね、利用していくと、えー、国連なんて何でもありませんから、うん、あの場所ですから、戦いのプロパガンダの場所ですからね、それをもっと積極的に利用していくと、日本はね相当な予算を実はアメリカについて出してて、しかもアメリカはこの予算出すっていうけどね、えー、毎年、きれいに出さないんですよ、ですから滞ってんですよ。うん だから日本が一番ある意味で出してるわけ。うん、そこにね、国連事務総長が韓国の人でね、日本の外交の足引っ張るような、だから中立性がないような人はね、もうバンキ気分やめろぐらい言っていいんですよ。うん、うん。でもっと中立なね、えーえー、人を連れてこいと。バンキ気分さんだけど、もうね。 万気分の気分はね、もう次の、あの、韓国大統領選挙に出るつもりで、うんうん、その前哨戦は始めちゃったみたいですからね。まあ、あれも無責任な国連事務総長ですね。そうですよね、えー。堂々と日本も攻撃した方がいい、いいと思いますがね、万気分さんには、あとおかしいですよ、と。えー まあ国連って言葉に日本人弱いんですよ、ね。国連振興みたいなのがいまだに、あの、おりになる方がいるようで、うんえー、それらはもう、本当に捨てた方がいいね。悪い人も多いんですよね。悪い人多いですけど、いやいや特にね、にまあ言っちゃなんだけどね、第三世界の方から来たね、うん、あのー、肌の色の違う方たちなんかね、国連のね、職員になったらすごいエリートなんですよね。うん、うん、それでもって、あの、高級取って、きれいなとこ住んでね、うん、ニューヨークとかパリとか、 スイスとかに住んでさ、いい暮らしができるというだけでね、一種の国際公務員のステータスに憧れて、結構賄賂取ってる人もいるし、本当ですよ。結構いろんな投資話やいろんな話でね、仲介したり、国連事務総長の息子が、どっかの国のイラクの独裁者からね、裏金もらってたとかね、山ほどそういう話があるんで、非常に腐敗した組織でもあるんですよ、そこはね。はい、行きましょう。中野区の工藤さんです。 アメリカのシリア戦略が今一つつかめません。うん、アサドを弱体化させた先には何か別の政権を立てなければいけないはずですが、<laughs> はい、反アサドの兵士たちはイスラム国によって相当やられてしまっているのではないでしょうか。むやみに空白地域を作ってしまっては IS の格好 こうの拠点にされてしまいます。うん、アラブ諸国で分割統治でもするのか、はたまたアメリカが領域警備をするのか。はい、どう出口を見据えているのか、わかりかねます。ええー、私もわかりません。オバマさんにも答えはないと思います。<laughs> まあ、まさにこの紛争輸出国、アメリカの滞在の、わ、ま、ざに滞在の一つがね。うん まあ今の,あのシリア情勢でしょ、巡り巡ればアメリカの外交政策の失敗が IS のようなものを生んだとあの言えなくもない、うん、まあ少なくともそのいくつかの原因の一つを作っちゃってるわけですよね、はい、であのシリアの問題どうするのかと言って、これ、ロシアの方の戦略の方が明確なんですね、うん、でロシアのプー,チンさんはプーチン大統領は、 その今、シリアは内戦になってると。内戦になってるけどね、あの、アサド大統領っても一応現役の大統領だし、ね、これはあの一応、あの、今ある政府の代表なんだから、この人を外して和平会議はできないだろうと、いうことを言ってるんですよ。で、アメリカとフランスはね、アサドをまず外せと。それが前提条件だって言ってるんだけど、本当に地域の安定のことを考えたらね、今までの、その、まあ、行きがかりはさておいて、それはあの、アサドは新ロシアですよ。だけども、 あのやっぱり朝と外すわけにいかないだろうなと、うん、<laughs> プーチンの言ってることのほが戦略的に正しいんじゃないかと、私は思います、だから、うんえー、フランスのオランド大統領なんか、だいぶプーチンさん寄りになってきています、うん、でこれはね、大国が、まあ、ロシアもフランスも、えー、アメリカも、まあ、イギリスなんかもちょっと関与するでしょうけども。はい これがね、あのー、まあ、サウジあたりも関与させないといけないし、イランも関与させないといけないでしょうが、うん、ある程度合意の上で、みんなで一緒にまず IS を潰すと。うん、その後シリアはね、ば、まあ、あの、分割されちゃうでしょうね、うんい。今のアサドさんもね、もう昔のように全部ね、シリアを自分が掌握しようとは考えてないようで、まあ、自分のところは国土の何分の1か。 まあ、地中海寄りのあたりでしょう。うあそこら辺をしっかりと抑えると。そしたらその他のところに IS が潰れればね、まあ、クルドの、クルド人の自治は認めなきゃいけないだろうと、えー、思ってるし、それから反アサドのスンニ派、うん、その人たち IS でなければね、その人たちの自治地域があってもいいだろうと。うん、そうすると各国が共同警備をやるような形で、まず IS を潰して、えー、それでもって、まあ実際上の国家解体のような形に持ってってって、えー、なんとか、 収めると、まあ、綺麗に言えば連邦国家みたいなことですね。でそうすると、おそらくイラクの方も同様になると思います。うん、イラクも今ね、えー、完全に3つに分かれてる。うん、クルド人の自治地域、はい、それから、えー、シーア派。アこれシーア派が実は6割ぐらい人口多いんですね。うん、でこの人たちにはイランの影響力が非常に強い。うん、あと、スンニー派のまあアラブ人。うん イラクの国民ですね。3つに完全にもう分かれちゃう。うん、もう一緒にやっていく気はない。うん、同じイスラムって言っても、CA、ある意味でシーア派とスンニー派の内戦ぐらい激しいものはないんで,、うん、で、クルドの人たちはもう長年いじめられてきたけどね、まあ今の中東情勢混乱してる中で唯一いいことは、クルド人がようやく独立国家を持てるかなという希望が出てきた。で、クルドのペシメルガという軍隊。 これはクルド自治共和国の正規兵ですから、日本のメディアは間違って民兵と呼んでますが、正規兵。この人たちがとにかく強いです。自分たち独立のために戦ってると思ってるからね。で、この人たちはアメリカの唯一と言っていい頼れる地上軍ですよ。だからアメリカも言うこと聞かざるを得ない。ということで、まあ、クルド共和国が、あの、イラクの一部の自治共和国じゃなくて、本当のクルド共和国がやがて生まれるでしょう。それはイラクと、 シリアのでもイランのシーア派を今、イランの影響力っていうのも無視できない、非常にきくなりますね、ある程度認めないと、中東まとまらんでしょうねイラン自身もだいぶこの数年で変わりまししたたね変わりま全く政権がかかったと同時に、本当にそういった核の問題もありましたけれどもこれはね、イランの妥協はね、核兵器ストップしてるっていうね、まあそれは隠れてやってんじゃないかとか、危ないという話は。 あるんだけれども、今のところストップしてるのは確かなようです。で、これはあのイスラエルの高雄の人たちも、今現在進行形でイランが核兵器を開発しているとは思ってない。うん。で、あれだけ情報があるイスラエルはそう判断して、いますから、僕は正しいんじゃないけど、ただ、これはずっと。ずっと維持できるかどうかわからない。だけど、イランも経済的には苦しい。で、天然ガスどんどん西側に売っていきたい。で、国民の不満はひどい。 ひどいです今、ホメ名に革命以後に生まれた人たちが人口の過半数ですから、ねうん、あの宗教イデオロギーで押さえつけられない、うん、その人たち結構西側の音楽聴いてロック聴いたりなんかしてですね、うん、<laughs> そういうものに憧れてる人は多い。うん、ある程度緩和しないと、うん、イランも持たないというところで、まあ、一応妥協点ができたんで、なんとかこれを生かしていければね、一つの,あの中東の次の和平の、 絵図は描けると思うんですが、うん、アメリカがそのやっぱりあのプーチンと手を握れるかどうかでしょうね。そうしないと、また逆戻りしてしまうま同じ意味で、これもよく誤解を受けるんですけれども、はい、まあ今、プーチンもこのハーサド政権の IS に攻撃してますよね<う>で、プラスアメリカ軍も IS には一応やってますよね、はい、そのやってる敵が一緒なのか、IS の中でもどういう IS があは、うんです敵は敵,です敵,は敵 ですけどもあ、あくまでもアメリカ、そのアサドはだめだっていう立場ですから、IS をやって、アサドが強くなるんじゃ困るとこれ、IS もそれぐらい、今もうほとんど、ある意味、他のヨーロッパ諸国ともやってますよね、これ、今でもこの時間でもやってると思うんですけれども、どうなんですか、その後というか。 それだけ攻撃してたら全滅っていうのはまあ不可能、ね、あの空爆だけで終わった戦争はないですから、うん、あの場ベトナム戦争の時 B52 飛ばして、アメリカがあれだけ北ベトナムに爆弾を落としたけども、汚染、うん、しませんでしたよね、はいうん、そ,そんなもんでね、あの空爆だけやってても、うん、あの効果非常に薄い、それにあのフランスなんかやってるけど、非常に回数も少ないです。うん、一番爆弾を落としてるのは今、おそらくロシアでしょ。うん、で、ロシアは残酷なことをある意味で平気でやりますから。うん あのーまあ、プーチンの戦略は僕は正しいとは思いますが、アメリカは誤爆を恐れてます、うん、誤爆をやると西側で必ず報道されて騒がれる、はい、ロシアでは報道されません、はい、おそらく誤爆を恐れずにばんばん爆弾を落としてますね、うんだからロシアの爆撃のほが効いてますね、うんえー、シリア領内にあの基地を作りましたから、空軍のね、うんうん、ですから敵は敵で共通してるんですね、そこで手を握れるかどうかでしょう。はいここ行きましょきしう、うん 東京・麻布台から生放送、マッきょうのゲストは、国際問題アナリストの藤井元気さんですまあこれも質問もよく多いんですけれども、ロシアと、まあ、トルコのこの防空圏の問題で、これ、実際、防空圏超えたから、打った、どうだというような、今、やってますけど、これ、実際、藤井さん、どう見てますか、うん、そうですね。 これはね、えーこううん、長い説明をしだすときりはないんでしょうが、単純に言うとあの、プーチンの戦略をトルコがぶつぶそうとしたんですね。うん、ただ、プーチンさんの,あの戦略はね、あの自分のところまず飛行機が IS にさ落とされましたね、旅客機が、シナイ半島で。はいはい、で、それから次の段階でパリでテロが起きたと。はい、そして,そして、えー、プーチンはも,もともとね、その、 フランスとアメリカも抱き込んで、うん、IS だけが本当の敵だとで。IS を孤立化させて、シリアのアサド政権はなんとか助けてやりたいと、うんで。シリアのアサド政権にはね、相当、ね、ロシア人もね、まあ行って貢献してる人がいるんですよ。うん、あのー、シリア人とロシア人結構結婚してる人が多いんだね。うん、なぜかというとね、シリアでね、 あの勉強しようと思ったらね、進んだ科学とか医学とかね、みんな、ソ連、ロシアに行ったんですね、そこで結婚して帰ってきた人なんているんですね、ハーフの子もずいぶんいるんだってね、ああ縁が深いんですよ、そういうことで、なんとかアサドを助けてやりたいということで、もしアサド政権崩壊された IS の連中が入ってきたらね、もう全員ぶっ殺されますね、これはね、大虐殺になりますね、それはあのロシアは許さないということで、ロシアの。 地中海における拠点にもなるんでね、うん、軍事的にはね。うん、それを助けたいと。そのために IS を孤立化させたいということなんそれでフランスのオランドに、あのテロのあとに、なん、はい、だと、フランスとね、ロシアは同じ IS の犠牲者じゃないか、仲間じゃないかと、だから同盟国として扱うと言ったらフラン、うん、オランド大統領は、今までいや、あのシリアのアサドはけしからんと言ってたんだけど、うん、まあ、ロシアの誘いこの際乗ってもいいかなと、とりあえず IS が敵だろうと。うん いうね、優先課題があれだろう。そしでプーチンの戦略は、それにさっとアメリカも入ってこいよと、うん、いうね、アメリカだと落としどころないじゃないか、今のままやってて、アメリカの外交自体が矛盾してると、うん、いうんで、そこに、だから米仏路で一つの流れが出来かけてたんですよ。はい、そこで起きたのが、 あの、トルコのロシア機撃墜事件。うん、で、これはトルコは承知で落としたと僕は思います。うん、っていうのは、トルコのエルドアンっていう大統領、はい、あにとって、今のシリアのアサドは憎い敵なんですね。<ー>こいつをなんとか叩き落とさなきゃいけないと思ってますね。はいえー、ですから、エルドアンと戦ってる IS は、味方とは言えないけど、敵の敵だから、うん、これはちょっとね、裏で通じてるというところがあるんです。うん、で、ロシアがばらしましたけど、前から、 あの IS の戦争費用はどうやって出てんだと。それは石油を密輸してるからだろう。それはそうなんですが。トルコトルそう、どこが一番勝ってんだったらね、トルコに流入してて、トルコの闇市場に行ってんじゃないかと。それを固めつぶって見せてんだろうと、エルドアンはということを言っておって。まあ、それは僕は事実だと思います。あの、政府自体が買ってるなんてことは言いませんけどね。えそれは誰だって安い方がいいから、国境超えて安い。反値の石油が入ってきたらね、それ買っちゃいますよ。普通のトルコ人だって。そう、まあそういうことはあったろうと。 ただ、そのぐらいのおめこぼしは、上の方は見て見ぬふりをしてたんじゃないかなと私は思うんだけども、うん、だそれをロシアがばらしてきた。うん、要するに、トルコとすればあの、これで、トルコは NATO のメンバーですから、はい、NATO 対ね、NATO 対ロシアの冷戦構造を作れば、そのプーチンの外交イニシアティブが潰れるわけですね。うん、それで、トルコが前面に出てくると、うん、トルコの外交政策が NATO を,を,をこうリードできるようになるというふうにしていこうと。 ということで、僕はロシアの飛行機はたびたび領空侵犯やってたと思うし、うん、トルコもシリアに領空侵犯やってたと思います。うん、まあ、アフになっちゃったらそんなの分かんないですよ。絶対に早いですからね。ねうん、だけど、今までおめこぼししたんだ、おそらくトルコもね。だけど、今度は一等的に落としてやろうというのが、僕はエルドアン政権にあったんじゃないかと。うん、それでもって紛争を作って、あのプーチン路線をです、ね、排除すると。 いうことしたらプーチンのことで腹立って、なんだ、お前、裏で汚いことやったろうとばらしてやるぞっていうのが出てきてね、うんうん、えいうのがあの、ロシアの軍部が2日ですか、はい、昨日記者会見やって、かなりいろんな証拠を出しました、はいうん、一部はプロパガンダで嘘でしょうが、うんあ、全くの嘘っぱちはロシアの今の情報外交はやりません。うんうん、後で全部嘘だととと分かったとなると クレディビリティがが信用性なくなっちゃうんだよね、うん、だからかなり、えー、角度の高い情報も含めて出してきたと思いますんで、うん、さあ、エルドアンさん、今後どうするのかなと、これ、どうなると思いますかね。どっかでその、IS あのアイストル環境を整理しなきゃいけないでしょうね、うん、整理して出直すとこのトルコの後ろには、はい、アメリカっていう存在は、どうなんですかねあそのあのトルコはもちろんアメリカを抱き込まなきゃいけないから、うん、<laughs> あの必死で。 抱き込もうとしてましたけど、うん、IS とアメリカの間の直接のつながりはないと思います。うん、うん。ないっていうのは別に、全くないってことじゃなくて。いや、今回あの、ロシアに対して、そういう強気に出れたっていうのも、実はその後ろにアメリカがいるとか、そういう。あ,あの、トルコはね、アメリカにちゃんと根回して僕やったんじゃないかと思います。もちろん基地もありますし。ええ。ええ、うん、うんだ。あの、トルコの基地はアメリカも使わせてもらってんで、うん、あの、トルコに対してアメリカはそんな強い立場。 出られません、はいえー、トルコ大事にしなきゃいけない、えー、で、やる前におそらくアメリカに行っといたんじゃないのかなと、指示、うんうん、してくれよとやったらというふうなことは、ある程度ちゃんと根回しはあったと私は思います。行きましょう、えー 徳島市の多田広さんです。先生の新刊、紛争輸出国、アメリカの滞在、はい、大変興味深い内容ですが、がす藤井先生のかねてからの継承に全く同感です。今回の痛ましいテロ事件に関しては、今後も様々な検証がなされると思いますが、中東問題でもかつてイランでのパーレビ国王失脚後、はい、ホメイニ氏に対する抑止力のような形で、アメリカがイラクのフセイン政権に対して巨額の武器援助を行い、<う>結果的 イラン・イラク戦争や後の湾岸戦争の遠因を引き起こした現実は典型的だと思います。はいはい その一方で、カーター政権で在韓米軍の撤退が訴状、はい、に上がるなど、はい、よくも悪くも昔から二大政党制の下で絶えず戦略の変化に諸外国が翻弄されています。<laughs> ええ、日本のあるべき外交姿勢、そして戦略について教えていただきたいです。いやこれまでよく勉強してらっしゃいますね。まあ、私の本もよく読んでいただいて,てありがたいですけど、あの別に紛争輸出国家、アメリカっていうのはね、意図的に輸出しているというよりも、外交政策の失敗でね、うん、それでもって紛争を 消そうと思ってやってたのが、実は紛争拡大したりであとの、あの、思わぬ紛争の種をまいちゃったりということなんですけど、そういう意味ですけどね。だから今、あの、アメリカの、例えば対中国包囲網の立場は必ずしもしっかりはしてません。軍はしっかりしてると思います。米軍はよくわかってる。だけど、経済界の一部は、非常にやっぱり中国にまた言惑されてる人たちも多いですしね。えそれから、 今度、IMF の特別引き出し権 SDR というのの通過、えー、の準備通過に人民元が採用されたと、はいで。これは大ニュースなんで、本当はこれはもう IMF はそんなことやっちゃいけなかったんですが、はいえー、これはあのー、今、民主党のオバマ政権は割と寛容なんですよ。うん、それに対して、じゃあ共和党はもうちょっと高派でね、うん ダメだーって言ってるかと思うと、案外ですね、共和党も一致団結して反対してないっていうのはね、ウォールストリートの、の共和党人脈。え前の財務長官やってたブッシュ政権でポールソンさんとかね、ガイトナーさんとかがね、人民元取引推進委員会のね、委員長とかになっちゃってる。で、中国が抱き込んでるんですよ。いや、これやったら儲かりますねと。ちょっとね、新しいビジネス。 だからちょっとああの、リスクがあってもいいような、うん、てか、リスクが高い、ハイリスク入りたンみたいなことの商売、最近なくなってきましたんで、うんえー、ヘッジファンド系の人なんかは、うん、いいじゃないか、人民元、やろうよっていう人もおるんですよ、今日はにもアメリカっぽいそうそう,そう <laughs> で、別にいいじゃないか、将来ね、だって今やったって、アメリカのドルに脅威になるほどの力はないんだから、うん、ニュービジネスでね、ちょっとこれも2年でも3年でもね、遊べりゃいいじゃないかと、新しい投資ね、投機の。 材料になりゃと思ってる人もいるわけ。うん、そこの人たちは結構抱き込まれちゃったりしてる。うん、だからそういうことがあっちゃいけないよと、日本としてはね、しっかりとした対中法移民を作りましょうということで、うん、今ちょっとそういう形があるけど、うん、安倍さんがむしろね、オバマさんを引っ張ってるという形もありますよね。うん、うん、そ,その,あの、対中国に対してはちゃんとした姿勢をとんなきゃいけないよと。 いうことね。それは、日本がね、むしろ主導して、アメリカのケツ叩いてやらしていくと。その、だから、南シナ海の問題でもね、あそこアメリカが出ていか、もっともっと出ていかなきゃいけないんだけど、だらしないねって言ってんじゃなくて、日本も一緒にやりましょうと。共同紹介ですね。一緒にパトロールやりましょうと。自衛隊も出しますよと。沖縄からだったらすぐそばですから。だから、そばってわけにもいかないけども。 いけますからね、うん、P3C でもね。でもっとあの石垣とか南の方の島に基地作れば、もっと簡単に行ける。うん、で、日本もね、あそこは公開、公の海として保たなきゃいけないんだということで、日本がね、アメリカ引っ張り込んで、逃げないようにしていくと、そういう外交が一番望ましいと僕は思いますすラジオネーム UHM さんでで私は沖縄の出身です。 普天間飛行場、はい、辺野古移転の問題で、国と沖縄県の小長知事との裁判で、えー、争われていますが、先日知事が戦後アメリカ軍の銃剣とブルドーザーで土地は奪われていったという発言をしていました。日米同盟、日米安保条約を根拠に日本政府の後ろ盾の、えー、アメリカと沖縄が争っているという構図だと思うのですが、いかがでしょうか。アメリカ人は友情あふれフランクですけれど、えー 意識も非常に高く自分の意見は絶対正しいという強引なところがあります、えー。やらなくてもいい戦争争いをやらかしているというイメージです。先生の著書もそういったことが書かれているんでしょうかということです。うんあ、ちょっと多分あの私の考え方は違うと思いますけども、あのうん、そうなんていうかな、あ米軍基地はねこれは。 縮小の余地があるんで、縮小してね、でもって移転してやるっていうんで、うん、もう今のはアメリカ側も言ってたし、日本側も大変苦労して作った案でね、あれは鳩山さんが潰しちゃって変なことになっちゃった、うん、ですよ、でだからあの、あそこの基地っていうのは、今、この米中がね、非常に雪解けで緊張感がなくなってるなら、沖縄の米軍基地、もっと減らしましょうって言えるんですが、うん、沖縄の米軍基地は沖縄にないと意味がない。 あの沖縄を同時に、沖縄に対する抑止力にもなってるわけです。ただ沖縄攻めてきたら米軍と即交戦状態になりますから、うん、中国は攻めきれんですよ。うん、うん。アメリカとさすがにね、四つ相撲取る気は、まあそれだけの力量も意思もないですよ。今、中国共産党には。うん、だからアメリカがいるから、<laughs> ってアメリカ基地は本土に持ってきたんじゃ意味がない。うん、沖縄にあることによって抑止力として機能してるんで、うん、まあ最低限のものはね、うん、<laughs> あの、なきゃいかんと。 思いますだからそれをね、なるだけ日本自衛隊が肩代わりして、米軍を減らしていくと。だから力の真空は作らないという形にすればね、いろんな悲しい事件もなくなるわけで、それを努力しなきゃいかんでしょうね。うん、うん。はい。結婚マンショでいきましょう。東京麻布台から生放送、マットやスカーのズバリ勝負。 まあどんどんいきましょう埼玉のアリスタさんです、うん、今年の流行語大賞に怒り浸透です3位が安倍政治を許さないでした何なんでしょうかこれは<ー>こんな言葉が流行ったなんて認識はありませんもしそうならば安倍内閣の支持率の高さの説明がつかないわけです、うん、しかもわざと目立たないように1位2位の対象ではないところに先行者の鳥越俊太郎氏のこそさが <laughs> え感じられるんですがいかがでしょうかあ私もあの鳥越 さんの,なんてい,うかな <laughs> のいやなんかね <laughs> まあそういった国がね作った。 国の省じゃないですよね。まあ、民間企業が発表して、あれをメディアが乗って、皆さんに。今年勝手に言ってるだけなんで、僕は昔からこういうのは。ね、こんな。自主。民間が決めたことをなんで、僕たちがニュースでやらなきゃいけないんだ。だから、あの年末になると、関係ないけど、必ず話題になるのが、あの清水寺だっけ。あそこで一時。一時。あれですよね。まあ、あれもうまいこと売り込んだもん。まあ、まあ、ある。高齢になって。いや、お寺でやってるもんなんで、まあ、それは聞いてしまうところあるんです。ああ、高齢。 一民間企業がね、うん、なんでいちいちこんなニュースでやんなきゃいけないんだと思うんですけど、行き,きましょう。はい。え、横須賀市の西山さんです。うん、TBS のニュース、えー、ニュース番組の中で、うん、えー、解説委員の岸井重忠さんが、えー、降板したという問題がありました。うん、発言を、えー、非常に注意されたということなんですが、中立公正な報道とはどういうものなんでしょうか。それから高校のの世界史の教科書でアメリカ 他にはドイツ系の人種が一番多いと書かれているそうです、これは一体どういうことなのかと思っておりますいかがでしょうか、はいえー、それは、えーあの、公正中立っていうのは、まずあの意見を言っちゃいけないということじゃなくて、うん、ただその、事実の報道についてはね、捏造改ざん、まあ、これは許されないですよね、うん、それから、まああの、それは最低限報道のあれ、はい、それと別に自分のオピニオンオピニオン、うんまあ、新聞で言えば記事でね。 事実関係を報道するっていうことと、いつどこで誰が何やったかということと、それから、ああ、それも裏を取ってね、ちゃんと書くということと、それからオピニオンでね、うん、この政策はこうすべきであると。これも人間の価値観が入りますから、これはもういろんな意見があっていいんだけど、はっきりし別しないで、自分の意見を、あの何か、こう、事実のようにですね、人を情報操作、マインドコントロール、その、誘導するような言論っていうのは一番よくないんでしょうね。 ここまでは事実ですよとで、これについては私はこう考えるとかね、うん、こう解釈する。うん それは、ちゃんと分けて考えなきゃいけない。ことだと思います、うん、それは、まあ、最低限のルール。うん、うん。それから、もう、最近のアメリカの生き方なんかだと、イコールオポチュニティっていうか、A と言ったら、反 A のね、うん、え反対意見も同時に報道しなきゃいけないという意味での構成中立はもうない。うん、うん。まあ、自分で、あのことを自分の責任ではっきり言えばいいという感じですよ。うん、ただ、当然そこに、あの、人のね、あの、抽象とか誹謗とかね、まあ、そういうことがあっちゃならない。うん、というのは、まあ、当然でしょうね。そうでしょうね。うん 僕は思うんですよね。よくあメディアの方がそういったことでよく言われると言論の自由だっていうことで、はいうん、メディア側の方々が、まあ、多い各著名人、先ほどの名前出た方もそうですけれども、うんうん、なんかこう言論の自由がどうで、報道規制がどうだってこう言ってますけれども、それってなんかその人個人自身が目立とうとしてる、 にしか見えないんですよね。まず、うんうん、その、まあ確かにこう番組でこうやって喋ることは仕事なんでしょうけれども、それは別にあなたがメインじゃないんですよって、なんかメインになっちゃうんでしょうね。毎週毎週やって、うんうん、いろんな人からやられると、はい、そうじゃなくてあなたはただ単に皆さんに伝えるだけだよと、うん、ニュースを。ええ、そこをまずわかんないと、うん、自分がやっぱりこう自分の領域を壊されると思っちゃうんでしょうね。そんなことないですもんね、だって。うんうん だから、事実は事実として伝えてね、オピニオン、うん、オピニオンで私はて、こういうのは、僕は、いいと思いますけどね。<ー>うん、怖いのは、ニュースと、なんとかショーとエンターテインメント<う>、一緒になっちゃってる状況、作り手が作ると、やっぱりショーになっちゃうじゃないですか。そうなんですよ。面白くしよう、面白くしようってことになるし、うんうん、個人のバイアスがどん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 拡大していくしね、うん、チェックが入らなくなっちゃう、ね、そうですよね。はい、いきましょう。 品川区の国永さんです。そもそも幕末以来、極東アジアを目指してきた欧米列強は、はいはい、極東アジアの安定こそが実は不都合だったのではないでしょうか。はい、すなわち武器の焼却を目論む輩かが、えー、存在する限り、一方では植民地時代の地図を書き直さない限り、この地上から種々の格差は消滅しないと考えております。うん、いかがでしょうか。うん、難しいご意見で、 えー、ある意味でなんか永久戦争論みたいな書いても、うん、<laughs> しますけども、あのもうね、なって、まあその兵器産業っていうのも大きな産業ですけれども、今や爆弾落としたり、鉄砲ぽ弾を撃ってもそんなに儲からないんで、うんあの、今や金融の方がはるかに儲かりますよね。うん、例えば いや、あるいはもっと露骨な言い方をしとすればですね、あのー、一番重さが軽くて一番高価なものっていうのはこの世で何かっていうと、おそらく純粋なヘロインですよね。うん、IS っていうのは石油も売ってますがね、あれは一面その麻薬,麻薬マフィアですよ。うん、うん。あのー、違法ド,ドラッグカルトでもあるわけで、うん、戦争に行く人たちは怖いからね、それに覚醒剤なんかいっぱい、あの、与えますね。うん、お金と覚醒剤を与えるんですね。うん ヨーロッパでみんな、なんか昨日までね、あんまり真面目なイスラム教徒じゃなかった人がね、なんかと突然 IS に加わっちゃったって、なんだよく調べてみたらね、ドラッグが原因だったと。向こう行くとドラッグ自由にできるよというようなことだったりとかね。で、実際、あの、世界のえアヘンの8割、9割はアフガニスタンでできてると言われてます。で、これをヨーロッパに持っていかないと高い値段つきませんので、これがイラン経由で、イラク、シリア経由して、 トルコから入っていくんですね、ヨーロッパに、はい、ロシアにも行きます、うん、でその途中ルートで儲けてるのが IS でもあったりするんで、儲、うん、けるというのは今、必ずしも兵器産業だけじゃないわけで、そういう意味でも、その影のなんていうかな、アングラマネを作り出すような紛争っていうのをやりたい人たちがいるのは事実です。うん あるいは僕はずっと、その問題言ってきてるけど、世界で今、タクスヘブンがどん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 追い込まれて、税金ごまかしが効かなくなってる。これ大変いいことなんだけど、タクスヘブンで食ってる人たちに言わせりゃで自分たちの大ピンチなんです、うん、そりゃそうですよね。ええー。だから、新しいタクスヘブン作ろうと。これもあれですよね、ブ質シュジュニアのテロ、はい、対策としてできた。始まったんですそうおっしゃるとおりおっしゃると松さんもよくご存知で。僕はそこら辺のことずっと本で書いてきてますけど、うそうするとそれで困る人たちもいいんですよ。だから麻薬とかね武器のうる。 人たちねあるいは裏金融で儲けてる人たちがいればね、これ、なくなっちゃったら商売なくなっちゃう、そうですね、ファミリービジネスなくなっちゃう、はい、さあ、どうしよう、新しい戦争でもやってね、新しい IS のところってまさにタクセブブですからね、あそこは、北朝鮮だタクセブンでしょ、ああいとお金持っていっちゃったら分かんないんだから、うんそういう意味で、そういう問題ある国とか、紛争地域を作り出そうとしている人たちがいるというのもまた事実ですね。<ー> 兵器の手っぽろ玉を撃ってる日じゃないですよ、うん、猛計画は。 でも面白いですね。今、タック成分の話出ましたけれども、これアメリカが作ってそうやってやりましたけれども、実際にその後ロシアもそれ利用してるっていうのが面白かったですよね。そうなんですよ。ロシアも自分のところ金持ちで税金ごまかしてるのね、アメリカからの情報で捕まえたりね、してますということでね。そういうところ結ばれてるんですね。そういうところは水面下で繋がってる。はあ。面白いですね。国際的な一つの、なんていうかな、アンチタック成分の、レジームなんて言葉を使いますけど、体制ができたりする。

靖国放火事件。以前も韓国人が放尿したというような事件もありました。現在の日本の繁栄は靖国に祀られた方たちのおかげなんです。はい、本当に無礼千番です。はい、韓国との間には犯人引き渡し条約がありますが、あの国は本当に反日は無罪ということになりますから、絶対に引き渡さないでしょう。はい、え藤井先生、今回の件についてどのようなご意見でしょうか はい、えー、ちゃんと日本政府は少なくとも抗議した方がいいですね、うんえー、でこの人物に関しては、あ,あるいはまあ該当する人物は分かってるわけですが、うん、その他もね、今まで問題、これももちろん当然、日本に対する入国は禁止するとで、そのことをちゃんと名前も出して、堂々と向こうに通知したらいいと思います、われわ非常にこの問題、重大と思ってるんだと。 いうことを、高齢で言えば韓国、在日の韓国大使を外務大臣が呼びつけて、うんえー、そのことをちゃんとメッセージを伝えるということですね、まあこのぐらいのことはあやらないといけませんね。も,もちろんやるでしょうね、どうなんですか、うんうん、いや、今のままだと、なんかそういう話は聞かないでほ<ー>うん。ね、うんうん まあやっぱりしっあ神社やったらオープンですからね、うん、あの誰でも入れるとろでですからね、その非常になていうか、不祥事を起こ,しや起こすがからすれば起こしやすいとこですね本当、うんあ,のまあ、あっという間に、ね、もう1時間10分経っちゃったわけなんですけれどもね、メールもまだたくさんあってです、はいはいそうですね、聞き、まあ、たい,、ね、いたこともたくさんあるわけなんですけれども、はい、またちょっともう一度、この紛争輸出国、はい、アメリカの。滞在 滞在ということで、はいはい、これ少しちょっとこのお話をしたいと思うわけなんですけれども、はい、まあもちろん今日のこの1時間の話の中でも、話された内容、この中にももちろんありますし、まあ藤井さんとしてはこれどういうような、まあ皆さん 今日気になって興味持たれた方も多いと思うんですけれども、どのような感じで読んでもらいたいですかね。そうですね。だからね、あの、アメリカとどうやって付き合ったらいいかと。いうことで、うん、これはアメリカって国なくならないし、僕は基本的にアメリカと提携していくべきだと思いますが、うん、アメリカを、という国をね、どういう国であるというふうにちゃんと見て、うん、特徴をつかんだ上で、日本のいい方向にね、引っ張っていくと。うんうん、そういう積極的な対米外交をね。 そういうことの、まあ、大げさに言えば、あの、基礎としてね、こんな本を読んでいただいたらいいと思いますよ。うん、あの、特に今の中国を大きくしちゃった半分ぐらいの責任やっぱアメリカにあると思いますんでね。うんええ、で、これは、まあ日本もある意味で、 今の中国経済を大きくすること非常に加担しましたんでね。日本も反省が必要なんですがね。うん、まあ、ニクソンさん以来のアメリカの対中外交も、これはちょっと反省してもらわないと。そうですね。この際ね。だ,からまあだいぶ反省出てきてますよね。うん、今アメリカで。間違ってたという。親、うん、中派の人たちがね。 私間違ってましたって告白本みたいのを書いてますよ、ねアメリカも変わってきてると思いますまあ本当にそういったことも含め、はい、また藤井さん、あの筑波の方で FM ラジオ、はい。FM ラジオ、小さな。やってますね。え、これ、なんて言えば聞けるんですかね。これは火曜日の夜10時からですね、はい、KG プロジェクトというタイトルでやってますんで、これ、ネットでも聞けますので、はい、どうぞ。はい。今日は本当にありがとうございました。